こんにちは、リビさん。お疲れ様です。今回も動画を送っていただきましてありがとうございます。振り返ってみるとね、カルダノエーダーはともかくですけども、他の暗号通貨の ICO って結構ね、ばらけちゃいましたよね。その中で、私がいつもね、引き合いに出すのが、ノアコインとスピンドルなんですけども、この2つね、私別に目の敵にしてるわけじゃなくて、実はね、あんまりたくさんの暗号通貨知らないんですよね。まあ、そんなことを動画でたくさん上げてると、様々なね、コメントが寄せられるわけなんですけども、やっぱりこう振り返ってみると、カルダノエーダがなんでね、ここまで期待の持てる通貨だったのかっていうのは、当時私もよくわかりません。ただ、偶然に知らされたことによって、自分でその中からね、必然で選んだのかなとは思うんですが、いろんな暗号通貨の情報を知る中で、カルダノエーダだけをね、知らされずに、他のどれを引いてもスカみたいな ICO、っていう風なね、情報を集める、そういう可能性だったわけですよ。だから、私の場合は選択肢の中に体のがたまたまあった。そして私もたまたまそれを選んだ。よかったなと思います。もちろん資金がね、たくさんあったらいろんなものに ICO 参加してたんですけども、そんなにお金あるわけじゃないじゃないですか。お金がないからこそ、そういった一発逆転狙うわけですからね。当時の私もやっぱりね、10万、20万作るのがそんなに楽じゃなかったんで、今とは全然違いますからね。だから体の間にいろんな可能性を開いてもらったなっていうことと、あと、チャールズ・ホスキンソンさんにお会いして、なんかそのお人柄というかね、楽しさですよね。この人に、まあ私の感覚ではね、この人にお金を払うんだったらいいかなみたいなところでね、ICO に参加したような覚えがあるのと、私にそのカルダネードを持ってきた方の熱意というか強引さですね。それに気をされて契約しちゃうようなところありますね。で、あれからどうですかね。いろんな形で暗号通貨ってブロックチェーンっていうのが使われてますけども、マイニングってなんかね、一時期みたいに効かなくなったような気もしますけども、その暗号通貨、仮想通貨 YouTuber っていうのも、なんか随分と洗練されてきて、未だに放送してる人って、本当に少数だなと思いましたしね。私の YouTube、これログインした時って、私の関心のある動画がたくさん上げられてくるはずなんですけども、暗号通貨の動画ってほとんど上がんなくなっちゃいました。ブロックチェーンとかね、NFT っていうのは結構上がるようになってきたんですけども、私もね、ついに NFT に参加することにしたんですよ。で、というのがね、AI アートってものをやっていると結構楽しかったです。アートなんて無縁の世界で生きてきた私が、自分の手で筆を描くわけじゃないんですけども、自分のね、アートがどんどんできていくのを見ると、結構気に入ったのも出てくるんですよね。これはもう確率の話かもしれませんけども、たくさん作ると、中には数枚、あ、これいいなみたいなのがあってね、その自分が特別だと思ったやつをこうね、一箇所にまとめて、ギャラリーってのもバーチャル空間でできるみたいなんですよ。なんかそう考えると、まあコストは時間だけですよね。その時間も、アート1枚が1分ぐらいでできちゃうんで、画家さんみたいに数ヶ月がかりってわけじゃないんでね。これからだから AI アートもいろんな形で過当競争になっていくのかなとも思いますけども、その裏付けに NFT を埋め込んでいくっていう、だいたいそのメカニズムが分かってきたかなってことなんですよ。で、実際に誰が描いたか分かんない NFT のアートでも売れてるっていうところと、必ずしも NFT ってのはアートだけじゃなくって、音楽とかゲームアプリとかっていうのにもやっぱ埋め込んだりできますんでね。で、この前いただいた発想の中には、既存の漫画、ね、ワンピースならワンピースの一コマを NFT 化して自分の所有物にしたりとか転売するみたいなこともあるそうなんで、あの名シーンは自分の所有物だよっていうふうに名乗れる日が来るのかもしれないですね。まあこの辺法整備ですとか倫理観とかっていうのがこれからまた新しくできていくんでしょうけども、新しくマーケットが開けていきそうだなって感じてるのは感じてるんですよ。まあ勉強する意味でもね、とりあえずは当事者として、自分がその事業にかかってみるってことをね、やってみようかなと思います。まあこういうチャンスを開けたのもカルダノエーダのおかげだなと思います。カルダノエーダ、私は別に日本円に決済したことはないんですけども、でもそれがいつもあるなと思うと、絶大な安心感と、それから未来にかけるね、期待とか希望っていうのがすごく膨らんできて、日々楽しく過ごさせてもらってるなと思います。カルダノエーダに感謝ですね。それではね、次回もまた動画の方を送っていただければ幸いでございます。5日後でしたっけ？はい、お疲れ様でした。